WWS チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは、スマイルベリーです。よろしく。オス、ボーカル元木です。好きな食べ物はパスタです。はい、ギターのリツです。お願いします。ベースのナナです。よろしくお願いします。ドラムのリオです。お願いします。はい、グループのコンセプトは、バンド名にもあるように笑顔を一番大事に重きに置いてまして、音楽でみんなを笑顔にしたい、みんなの背中を音楽で押してあげたいという思いを曲にして、ライブや音源などで伝えていくのが僕たちのコンセプトです。まあ、音楽性で言うと結構ポップな感じの曲が多いですね。最近は結構もうちょっとバンドサウンドに重きを置いてる楽曲も増えてきて、なんか幅が広がった感じがしてますね。はい、アプリランキング1位ということで、すげえ嬉しいです。皆さんありがとうございます。まあでもなんかマンスリーのやつはなんか1位じゃなかったみたいで、そこはちょっと悔しいことではあるんですけども、企画とかでね、なんか一つに向かってみんなで成し遂げるっていうことが、やっぱり僕はすごく大事だと思うので、これで1位取れたっていうことがね、すごく、本当に嬉しく思います。皆さん本当にありがとうございます。みんなあのやってる SNS、 例えばツイッターとかってフォローしてもらわないと見れないことが多いんですけど、ビジュナイトのアプリってその登録している人全員が一覧で表示されるから、その辺がいろんな人に見られるのがいいなと思いました。挑戦したいコスプレですか、皆さんありますか？去年結構なんかいろいろやりました。なんかやった、去年なんかディズニー縛りみたいなのやったよね。あ、やったね。うん、なんかリオはなんかミッキーやったよね。あれリオ魔法使いの、あれ魔法使いのミッキーの、何やって、僕白雪姫やりました。白雪姫だ。女子だ。リツさんが何やったっけ。僕名前忘れました。え、アラジンやったっけ。ちげえ、あれ101匹ワンちゃん。お前だろアラジン。あはアラジン俺や。俺ジーニーかな。俺ジーニーだ。まあ今年は今年でなんか今年はなんかコンセプトっていうよりはなんかおのおのやりたいもんやりたいって感じなんで、うん、そうだね。そこはまあ見てからのお楽しみで。うん、なんかハロウィンイベントにも出るし、ハロウィン直前ぐらいにもライブあるし、なんかね、いろいろ今年のハロウィンは楽しもうと思っております。ハッピーバースデーおめでとう。はい、どうですか。はい、僕は、今回はやりたいことができるということで、ね、結構涙あり笑いありのすごい面白いエンターテインメントをもう頭の中で用意してるんで、楽しみにしててください。あ、そう、はい、そう、自分で作りました。あ、大丈夫大丈夫。もう全員にちゃんと台本配るんで大丈夫です。はい、そんな感じで楽しくやりたいと思います。お願いします、来てください。まあ、目標とか出たいライブハウスとか大きなところでワンマンがやりたいとか、まあ、いろんなことはあるんですけど、なんか最近なんかこう数字にとらわれすぎというか、このジャンルというかこの音楽のマーケットがもう全てがもう数字にとらわれすぎみたいな感じに僕はすごく常日頃最近思うんですよ。だからなんかそういうどこどこソールドアウトしたいとか、なんかそういう目標じゃなくて、なんかとにかく来てくれるライブとか来てくれたり CD とか買ってくれたり、音楽とかステージで来てくれたみんなをとにかく笑顔にして、少しでも心がね温かくなるようなライブをどん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 もっとしていきたいなっていうのがやっぱ大きな目標の一つではありますね。はい、今回ビジュナイトの企画でこういうインタビューをやらせていただいて、みんなの力がこうやって形になったのですごくありがたいです。これからもよろしくお願いします。嫁の前のみんなありがとう。これからもよろしくお願いします。もう本当に何人の 何十人何百人の方がこうやっていろいろ僕たちのためにやってくれたからこういうことが起きているので、それはすごく嬉しく思います。これからもみんなの期待に応えられるように頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。これからも一緒に楽しいこといっぱいしようぜ。よろしく。バイバーイ。